児童養護施設の職員の給料も普通に国から出るんですよね運営費はあの国や自治体から出ますじゃあ全然食えるじゃないですか制度ができると魂抜けるみたいな言い方をする方がいたんですけれども、うん、食えるってなると途端に魂のない人たちが入ってくるミ、ね、ニュースでやる人が入ってくる、えー、玉石根高になっちゃう、うん、っていうところがあってでも玉石根高になるから競争原理が働くんだと思うんですよねやる気があったら若い人ができるじゃないですか気抜きが想像しているやりたい人って いううのレベルが多分高いんだと思う、ね、こういうことを考えたの出資してほしいとかっていうさなんかニートとかが時々メールとか来ないそれあのク数が来た時どうするかもんだって。 私はここが密接に結びついていると思うんですけれども、虐待死は実際、ですね徐々に減ってきて、ようやくこのぐらいまで減ってきたかなと思ったら、虐待死が増えた、増えたって、総理大臣も国会で言ってましたけど、<laughs> 合計特殊出生率はあの横ばいか少し上がってたんですね、あのこ2017年、18年、それがガクンと落ちた、もう国を挙げての失策だと、ね、私は思ってますけれども。<noise> 僕体罰なかったらもっとひどい子供だったと思うんですよ、だからそのおかげでようやく社会性得られたんですけど、体罰ががあった方いいいい子供いるよねって思うことなですか私も体罰受けまくってたんですけど、でも家庭でこの暴力を受けた子供を施設に来て、で暴力で <laughs> 養育は絶対にしちゃいけない。 18まで児童養護施設にいました、でそこから好きな児童養護施設を選んで、そこに住んで大学に通うことができますっていう権利が生まれるわけじゃないですか、でもそれって、普通の家庭の子でも東京に1人暮らしして大学に行きたいです、で家賃払えません、あ児童養護施設入れるじゃん、むしろその一般の人たちもそこ入りたいですっていう需要がすごく大きいんじゃないかと思うんですけど。 あの先ほど、あのの法律の、えー、っと今回の法律の仕組みでいうと、ですねあの今までいた施設と違うところをに移れるという、えー、仕組みとしてはそうなりますけれども、じゃあ実際、今おっしゃったように、好きなところを選べるかといったら、なかなかそうはならないと思いますね、かなりハードルがあると思います。18歳ででで成人じじゃゃないですか日本のの法律上であればそのじゃあ 普通の児童養護施設出身じゃない人でも自分で家賃バイトして払って奨学金取って払って大学行ってっていう人もいっぱいいるわけじゃないですかでもう成人してる以上なんか児童養護施設出身の人でもそこは同等にすべきじゃないのっていう話になってきちゃう気がするんですよでも児童養護施設の人だけなんかあの家が家賃払わなくて住めますっていうのもなんかちょっと有利なんじゃないかなっていういろいろ話を聞いているとですねあの多分そういういうな不公平が あの起こる未来が来たらそれはもうとてもそれは幸運な未来で目下の問題はどうなっているのかっていうとあの児童養護施設は例えば18歳で施設を追い出されるとかなりの確率で、あのー、生活ができなくなっちゃって犯罪にあの手を染めたりだとかあの要するに負のスパイラルに入る確率が非常に高いんですよね。最終的的的にには公扶助ざるを得ない社会ら考えても あのそれは多分あの対処しなきゃいけないと思うんですよね。一般の子たちよりもあの、えー、なんか得をしたらずるいんじゃないのっていう思考ってこれもやっちゃダメだなと思ったんですよね。逆に。ちょっとここ一回ちょっと大事なとこなんで一回ひろゆきさんにお尋ねに入ります。そのまあその施設育ちの方がその。 まあ犯罪率が高いとかになっちゃうと、ちょっといろいろイメージだけで先行するとあるかもしれないですけど、で実験の数,数字で言うと、本当にその、例えば自立できないお子さんとか、えーまあ、あるいは,そのは、まあ、犯罪系っていうかね、そっちに行っちゃうお子さんとか、数字的に高いいや本当に高いんでしたっけ、ちょっとここイメージでいっちゃうと危ないなと思って,て東京都も国もそういった調査は繰り返ししていて、ですねで、まあ、正直あの、犯罪の方はあはデータが出てないんですね。ただちょっと、まあ、イメージ危険 えー、ただあの例えば厚生保護施設であってで少年院とか刑務所を出た人たちを支援している施設なんですけれどもでそういうところの方にですね施設出身の方って多いですかって聞いたらほとんどですって吐き捨てるように言われたことがあるんですね。でだけれども東京都やや、えー、国がやっている あの調査ってあの郵送法によるアンケート調査なのであのホームレスになってる方とか刑務所に入ってる方がどんなにいてもその方たちの回答は返ってこないんです。 なのでああの正直、私の実感としては、ね、これ、あのレッテル張りになったり、偏見を助長するようなことにならないようにね、すべての人がそうだというわけではないということは、ご承知をお聞きいただきたいんですけれども、だって実際にそういう不安定な状況にある方、ホームレスだったり、犯罪のもとに行ったり、あるいは女性でいうと、生産業のところで従事せざるを得ないとか、そういった不安定な状況にある人たちは多いというのは間違いないと。まあ、ちょこういうういい言方に留めてちょっと議論進めましょ はいないなとあのデータも出てはいますけれどもあああの、離職率が高いとか、生活保護の自給率が高いとか、そういうデータは出てますああそうですね、生活保護とか離職率のはちょっと高めであって、半分に関しては分からないけれども、まあ、確かに、なんか、今の話って、その頼る大人がいない人は生活保護になったり、犯罪者になりがちだよねっていう、あ一般論だと思うんですよ。 で頼る大人のいない人がいる割合が児童養護施設は圧倒的に高いなので結果として頼る大人がいないからまあ犯罪になります性風俗に行きますっていうのが多いよねって話でこれは一般社会の人もそういう人もいるんですよなので一般社会で高校卒業していきなり俺俺オ詐欺やりますってやっぱりまともな大人が周りにいなかったりするわけでなのでその児童養護施設の人たちにこういうのを出しましょうじゃなくて一般の人も18過ぎて食いプチナイス。 でなんか家もなんかあの住まわせてくれる人もいません、金もないです、じゃあ生活保護を取りましょう、みんな生活保護を取りましょうであれば、みんな幸せになるじゃないですか、なんかごく一部の児童養護施設の人だけが住めるようにしましょうっていうより、18で金のない人はみんな生活保護でいいんじゃねっていう社会の方が、よっぽど多くの人を救える気がするんですけど。 この辺りはですね、あの今回法改正で今言われたようなところはあの、まあ、視野に入っていてですね、えーとまあ、18歳とか20歳を超えた人の支援の継続だったり再開ができるというのはあの児童福祉法で児童自立生活援助事業っていうんですけれども。でで 今回、あの、児童養護施設なんかも来年の4月に施行されるんですが、で、これに関しては、あの、支援の再開ができる対象はですね、あの、過去に一時保護歴がある人も対象にしましょうっていうのがあります。で、あとですね、あの、実際、 対処した後の、えーまあまの通称だったりの相談支援、相談援助をするのがですね、今回の改正児童福祉法で、えー、社会的擁護自理支援拠点事業というのが新しく始まるんですけれども、こちらに関してはあの、私たちも含めてですね、ゆきさんおっしゃるように困っているのは施設出身の子だけじゃないで、社会には本当に困窮状態のある若者がたくさんいると、だからそういう人たちを対象から排除しないでくださいねということは、当時の厚労省に。 お話をしていていでですねで法律の中にはこの対象は措置解除者またはこれに類するものっていう一言が加えられたんですね。なので社会的擁護がですね今まで措置された人だけを対象にしていたのがかなり広く子ども若者に目を向けられるようにということで今回の法改正が整ったというところはありますね。あ経営者としてなんかあのすごいあの なんか雑なことを言うとまあ経営者まあ基本的にあの公平じゃなくてもう効率性をあの重視するので言うとあのもちろん社会に散らばっているそういうたくさんの人も救った方がいいと思うんですけどもそういうういいいのをあの識別してて見分けるコストっすすごい高いと思うんですよねまあそれこそあのあのそうじゃない人が紛れ込む確率っていうのもあの高いしでぶっちゃけあの児童養護施設をあの支援すると。 あの、そこに関しては100%あの助かるっていう率がめちゃめちゃ高いと思うんですよね。だから、あの、助ける、効率よく低コストでたくさんの人を助けると思ったら、あの、ここにちょうどいい餌場があるみたいな感じで。<laughs> <laughs> こで、ねまあ。不正受給の確率はだいぶ低いっすか、ね、低いでしょここ,そうここを助けたら間違いないじゃん。不正受給はさ,されないじゃん、少なくとも。もちろん他にもいるんだけれども。 あのま,ずまず効率よく助けるんだったら、児童養護士からするのは僕は合理的だと思う <laughs> いや僕、だから、その困ってる人、生活保護でいいんじゃねっていうので、児童養護施設出身です、生活保護ください、はいどうぞって話だし、子供がいますシングルマザーです、きついです、はい生活保護、はいどうぞっていうので、生活保護を取りやすくするということが、結構、今出てる大きな問題、大体解決する気がするんですよね、法改正しなくてもいいじゃないですか。だだっっててて生活保護っていうのは既にシステムとしてあるんだから い,やいやあのさ,それさ、シングルマザーの子育てしてる人っていうのが生活保護っていうのはそれはしょうがないけれどもさ、これから18になって社会に出てくる人たちに最初から生活保護を出すのはさ、それはさすがに違うんじゃないのな,なんんでで違うんですかいやいや、それはやっぱりさ、社会のために働いいてもらわないとさ例えばその、普通にじゃ家借りようとしたときって、じゃあ、18です、身寄りもいません、金もありません、まず家契約できないですよ。うん そそそうそうそうなので、じゃあ生活保護ですってなると、まず家が手に入るじゃないですか、住所が手に入るじゃないですか、でそこから時間を持って、じゃあどこで働くっていうのをやろうっていう決める余裕が生まれるじゃないですか、でも家賃も払えません、金がありませんってなると、とりあえず犯罪系はすぐ現金くれるじゃないですか。 で割とそのなんか犯罪者の仲間内の,のところに住まわせてくれるやつがいるよねとかになるとああじゃあまあそこに転がり込みますみたいになるじゃないですかで女の子だったら性風俗系だったら寮がありますみたいなでとりあえず歌舞伎町に行ったらなんかそういう仕事を斡旋されてなんとなく生活が始まりますになっちゃうじゃないですかだから18でひとまず生活保護っていう方が僕はいいと思うんですよ。あの生活保護は確かかにだからそういうい 一つの、ね、クッションととしてはあの重要だと思うんですねで,でもやっぱり今ひろゆきさんおっしゃるようにあの目的ではないですよね。あのその場をしのぐための手段にはなりますけれどもでもやっぱりあのお金があればみんなねあの生活ができればそれでハッピーになれるかというと全然そういうことじゃなくてでやっぱり私たちもそうだけどみんな働く目的って一つはまあ収入を得るためだけれどもでその次に社会性って社会とつながるためでその次にやっぱり個人性っていって自分がそれに によって成長できるとか自分自身でいいんだっていうふうに思えるっていう、まあ、大きく言うとこの3つの要素があるという、ね、ふうに言われていますけれども、まあ、生活保護で言うとその経済性のところしか満たさないので経済性個人性みたいなやっぱり人とつながっているとか居場所があるっていうところがやっぱり決定的に欠落してるんですね。 で今回の社会的保護自立支援拠点事業というのはそういうつながりを作りましょうとか、えー、居場所を作りましょうとかそういったところを視野に入れているので、まあ、そういったことも合わせて必要かなというふうには思ってますこの今、3つプラス、ひろゆきさん最後共同神経の問題もちょっと提示してましたけど3つ目の地域間での格差というのがあったじゃないですかこここはどうういとですか東京のがやっぱ地域間もあるし施設間もあるし。はい でこの格差をどうなくしていくかっていうのがもうだから本当に私もねもうずっとそこで悩んできていてあの本当におかげさまで川上さんからも応援していただいてるところもありますけれどもあの、えー、だいぶ私のねあの施設では、えー、やりたいことができるようになりつつあってまだねもちろん課題はありますけれどもただやっぱり自分のところだけ良ければいいわけではないし子どもは施設は選びませんので,でその格差をどうしていくかっていうのはまさに私が今えー ままあ一生懸命考えているところではありますけれどもただやっぱりあの格差を埋めるということ以上に先ほど言ったように国はですね格差が埋まないんだったら別の施設で支援を受けられるようにしましょうということで今回法律のスキームを作り直しているのでまあ、そういったことであの まあ、私はやっぱりあの一般の元々飲食業とかそっちの方をやっていたので。あの、この業界で非常に違和感を感じたのはですね。あの、まあ、皆さんどんなお仕事もそうだと思うけど。お客さんに喜んでもらって、リピートしてもらわないと、仕事って成り立たないわけですよね。でも、社会的用語って、今、虐待防止法でどん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 児童相談所が子供連れてくるので。あの。 お客さんって子どもや家族に喜んでもらえるような支援をしてなくても、あの来るわけですよ、だから努力が必要ないような構造、足りてないぐらいっておっしゃってますも、ねはい、はね、はい、だからそのあたりがです、ね、でもそんなの長く続かないと思うし、子どもの数、実際減っているので、でましてや子どもが施設をこう選べるようになるみたいな状況になってくると、さすがにまずいなっていうことにはなってくるんじゃないかなと思いますね。 ジャブジャブ作るってことですね。ジャブジャブ作れば競争原理が働くと。<laughs> <laughs> だから余ってるぐらいの競争原理が働くわけですもんね。余 <laughs> っ <laughs>、まあ、たらも,もっと子供が欲しいと取り子供を奪い合うみたいな感じになればいいことですね。ただ私はですね、<laughs> あの逆にあの今回は新しいねあの。 まあ先ほど言ったように川美さんに最初にお願いしたのは多分個室が欲しいと私は言ったんじゃなくて地域の子どもたちが通ってこられる場所を作りたいって言ったんですねで、まあ、それは結果的にできたわけですけれどもそこの取り組みの目的はですねこ,れだからこういうことを言うと業界の人からは本当に反感を買うと思うんですけれどもでもやっぱりこの地域から児童養護施設に連れてかれる子どもをなくしたかったんですね。 だから施設に子供が行かなくていいように、うん、行く前に地域の中で家庭ごとを居場所みたいなそうですね家庭も含めて支えられるようにしたい,い前で前でってことですよね,すねまああのなんかあのプラスの意味での水際作戦それが育ちのシェアステーションつぼみなのですあの,であの施設をジャブジャブ作ればっていう,うおっしゃったんだけど、うん、私もあの入所型の児童養護施設をジャブジャブ作るんではなくてあのこのつぼみみたいな場所をですねすべての小学校区に1個やっぱり えと普通の学童と何が違うかというとですね学童保育所というのは通って、まあ、もちろん職員さんいるんでねいろいろ子供の相談にも乗ってくれると思うけれどもただそこにソーシャルワーク機能を、まあ、併置するというかですね あのつぼみの違うところはあの子どもたちが通ってきてでそこには専門のスタッフ社会福祉とか、えー、心理士とか言語聴覚士とかいろんな人がいますので,でそこであの親の、えーまあ、発達に課題のあるお子さんのね予、えー、育相談なんかも含めてあとはあの中高生の進路相談とかそういった多様なです、ねえー、相談に乗れるっていうのとあとご飯食べて泊まっていくこともできるんですね。でショートステイを併設しているのでで、まあ、必要であれば週週間2週間泊ま あることもできるっていうことで施設に入所しなくてもそこをうまく使うことであの、まあ、育ちのシェアステーションっていう言い方をしてるのは子育て支援センターみたいな言い方をもうやめようみたいなことで子育ては運だ親の責任っていうが 概念は、まあ、本当にね昭和からだん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 こういういそういう、えー、パラダイムになってきていると思うんですけれどももともと子育てって地域の中でシェアされていたと思うんですね。でなのでもう一度育ちをシェアするっていうことで,でセンターっていうともうがあったら来なさいって感じだけどこっちからも地域の家庭に出ていきますよっていうことでだなのでステーション。 っていう名前にしたんですけれども。まあ、あ、そのつぼみみたいなその施設って、国なり長寿したいから、どういうタイプの補助金がですか。その運営費って、国からのお金で賄えるものなんですか。あの、今はですね、あの、日本財団の第三の居場所を使って。で、あの、三カ年の運営費ということで、で来、もう、来年で終わるんですけれども。ただ、あの。終わる。<お>はい。<お>終わるっていうのは、もうじゃ、来年から閉園みたいな。えっと、いや、閉じないです。で。 えっとですねまあいろんな補助金とかをあのかき集めてでまあ、駆使しているって感じですけれどもただ今回の改正児童福祉法の中にもですね児童育成支援拠点事業というのが新しく法律ができましてでそれがつぼみがやっていることがそのままあの、まあ、そっくりな感じで乗っかっている感じですねなのでそちらに移行できれば継続的にできるしあとはあの再現性というかどこの地域でもやっていい 同じようなことはできるということで、あの国の方はもう、なんかそう、施設を作って競争原理を働かせれば、より良い施設が増えるよねって話でいくと、割と最近の若い人たちで、あのその意識高い系の人って、社会起業家になりたがるじゃないですか、でその社会福祉法人を作って、じゃあ、つぼみのような施設だったりとか、じゃあもう、児童養護施設やるぜっていうのは、国が金出します。 ルールに守って申請してくれれば全然国が金出すよっていうのをやる気があったら若い人ができるじゃないですか、なのでバンバを増やすっていうのはできるんじゃないかなと思ったんですけど、逆にその社会福祉法人を作るとかっていうハードルってあったりするんですかあのですね今言っったえー、と 児童養護施設は社会福祉法人じゃないとあるいは自治体じゃないと基本的にできないんですけど、えー、さっき言った児童育成支援拠点事業とか社会的養護自立支援拠点事業とかあの児童自立生活援助事業とかさっきから言ってるやつはですねこれ社会福祉法人じゃなくてもできるんです。npo ででででもできますすなななのであのあおっっししゃったよようう社会起業家を目指してるようなんですねそそれこそ学生さん たちがですね、あの共同でそういうの立ち上げようぜっていうのはできるようにはなります。実際やってる人いますよね。大空くんとかもだもだそういうのはネットでやってますよね。<laughs> 居場所づくめ。誰あのなんか大空くんっているじゃないですか。あ、大空さん、はいはい。うん、あのあなたの電話でのですよね。はいはい。ああいうようなことをあのやろうとしてる社会若い企業がそちら何人かいますよね。うん、それってその社会事業支援あさかあの社会福祉支援事業という形でやっていくと、そこの職員の給料も 普通に国から出るんですよねあの、まあえー、自治体が認可するということなので,であの、まあ、都道府県認可の場合と市町村認可の場合とありますけれどもでも基本的には運営費はあの国や自治体から出ますじゃあ全然食えるじゃないですかなんかそれの作り方のマニュアル作って配りまくった方が結構社会で増えるんじゃないかなと思ったんですけど 若い人でやる気があって、何かその役に立つ仕事をしたい、別になんか居酒屋で店員とかやりたくねえって人いるじゃないですか、そ、うん、したらこれ作って困ってる人を手助けできますよ、でちゃんと食いっぱぐれることはありませんっていうのが、国が保障してるんだから、認可さえ取れれば、わりとなんかいいモデルの確保、ね、法も出るそうですね、今回の法改正はだいぶそういう広がりを予見できるようなね。 改正になってますけれどもただこれ、まあ、少し私も心配しているのはあの障害福祉分野とかでもですねこの制度ができると、まあ、ちょっと前にねあ,のあるシンポジウムで制度ができると魂抜けるみたいな言い方をする方がいたんですけれども食えるってなると途端に魂のない人たちが入ってくる人とてくる玉、ねえー、石梱梱になっちゃうっていうところがあってそこはあの注意していきたいなと思いますけどね。 でも、玉石混交になるから競争原理が働くんだと思うんですよね。んで、あそこはまずいぞって。要は子供の取り合いになるわけじゃないですか。立ち上げましたって言って、子供があそこはやべえぞって、風評が出たらみんな行かなくなるわけで。だからそういう玉石混交が起こることが、むしろ質を上げることにつながるんだと思うんですけどあの。そういうふうにおっしゃる意見もありますね。あの、やっぱり質が全体的に上がっていくときには、一旦そういう玉石混交の、えー、経過、 をた、ね、どる必要があってでその後こう質がこうね上がっていくんだっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃいますね、まあ、でもそこまで予算ないんじゃないか <laughs> <laughs> そんなにたくさん,ん,くさんの予算はついてないんじゃないかな、うん、だからそこまでいけるかどうかっていうのはちょっとわからない <laughs> やつでもそもそもなんですけど育児の寿しへのつぼみ見るとこやっぱ初めてのじ児童感ですよね昔のだから児童感みたいな公的なとこが本当になってきた とこがどんどんなくなっちゃってるんですかだってこれ、ほんの昔自動車行ってましたよねこういう時ね。止まれないですけど。 そうですね、まあ、児童館と違うのはさっき言ったソーシャルワークの専門家がいるっていご飯が出るっていうのと風呂も入れるのと泊まれるっていうそういうううそ今ある施設にそのソーシャルワーカーさんとか食品、まあ、提供機能とかをやってくるとか,なんか予算が少ななくて済みそうなだから私のまあ勝手な持論ですけれども全国の学童保育所にそういういソーシャルワーク機能をつけてでお泊まり学童保育みたいにね泊まれるとかっていう風にです,ってすれば相当この、一時保護所にね。ね 行く子が減らせるんじゃなないかなっていうふうには思ってますけど、ね、まあ,あの制度作った時にそ利用する人たちがすごい玉石混交でねまだね石だったらいいんだけど石にすらなれないようなひどいなんか思いつきでやりたいと言いましたけど何もやらない人とも出ていくわけじゃないですか、うん、でそういうのも多分あの自治体とかってあの見なきゃいけないと思うんですよねあのみたいなところっていうのが結局あのうまくワークしない一番大きな原因で。 そうすると自治体っていうのはある程度できそうなところ実績があるところあのに対してしかやっぱり支援はあのしませんよねみたいなことになっちゃうとそうすると今度は卵と <laughs> あの鶏の話になっちゃってそういうのが出ないみたいな状況があって多分ねそこら辺を埋めてるのがあのその日本財団の仕組みですよね、うん、この日本財団の方がまず実績を作るところまでその第三の居場所っていうプロジェクトで支援をして。 でそして実績できたらそれが自治体の方に引き継がれるみたいな多分こういった仕組みとかっていうのがあの要するに公,公的なところとあの民間的なものがハイブリッドしないとあのうまくいかないんですよ。公的なところって公平性を求められるんでそうするといきなり難しくなるんですよ。あの不,正あの不正受給の問題にどう対応するかみたいな話とかになっちゃって。でもああるる程度そその目目利きを誰かががやる必要があってでそれはこうあの 自治体だけでは無理でですよねでも、その多分認可は地方自治体があるんですけど、予算は全部子ども庁から出るってやつですよね、これ子ども家庭庁ですね。はい、あ子どもでしょ、うん、なので、それで各自治体、まあ日本って1200でしたっけ、自治体あると思うんですけど、で各自治体が、まあ、1箇所はうちの市とか村にもないとまずいよね、かっこつかないよねっていうので、多分申請しまくると、ないところは1個通ると思うんですよね。 で、もちろん複数あの申請があったら、それはなんかそれっぽいまとまとか取っちゃうと思うんですけど、なのでなんかどんな町とか村とかでも若い人でこういうのやりてえよねっていう人がいれば1200所ぐらいはできるんじゃないかなって気がするんですけど、で、どこのやっぱ支援村も、そのうちはありませんっていうのって、他に、そ他と比べてこの地域はそういうのがない施設だよねってなっちゃうので、多分1個は通すと思うんですよ。 実際その負担はないわけじゃないですか。国がお金が出すから。いや、だからさ、らね、それ、それなんて、ひろきが想像してるやりたい人っていうののレベルが多分俺、高いんだと思うんだよね。実,実際に、実際にさ、ひろきの周りでもさ、なんかさ、こういうこと考えたのに出資してほしいとかっていうさ、なんかニートとか,なんか、ちょっと時々メールとか来ない <laughs> <laughs> あれ、あの、<laughs> ク,クスが来た時どうするか,分かる、僕。<laughs> そういうの来るんですか そういうの絶対来るよ。いや、じゃあ、あの、これは僕らがこんなこと言わなくても、<laughs> クズはやるんですよ。なので、一般の普通の人が、あ、できるんだって思って応募が増えた方が、クズが埋もれてくれる可能性があるので、<laughs> むしろ僕いろんな人に <laughs> 応募してもらった方がいいと思うんですよね。いや、クズの方が多いと思けどな。<laughs> ただ、あとはあの自治体とか都道府県の負担もあるので国が制度を作っても国が満額を出してくれるというのはめったになくてですね自治体の負担があるのでまあ私がいるところもあのやっぱりえ財政的になかなか厳しい市なので,でそうするとですね今回、つぼみがやっていることが法律にせっかく乗っかるんだけど多分、法律自治体が乗っかってくれるまでにはまあしばらく時間かかるのかなという感じは。 まあ今かからここんななと言わいいい方がいいのかもしれませんけどそれ自治体さんの中で政策課題として優先順位が比較的低いってことですかね、ここら辺に対する問題がそれは自治体の考え方とかね、の市長とかね、えー、首長さんの、えー、認識にもよりますけれども、まあ。集まった他の問題があるって考えてる自治体が多いってことですか。 でもやっぱりね私は正直あの子供に対する問題っていうのは本当にもう待ったなしで,で今、もう本当に出生率がえらい勢いで落ちていてでですねでもうこ,これ、私はあの2018年から19年のあの落ち方でいうとこれあの時6%、パーんと落ちたんですけど30年それが続いちゃうと子供生まれなくなっちゃう。 わけですよねだからやばいなっていうことなんだけどその辺の危機感をどのくらい持ってくださっているかっていうところにもよるかな。うん、だからそれ,それがやっぱり共有されないといやだから、うん、あの別に普通にねあの企業でもあの得にならないことやらないじゃないですかあの。もうほとんどやらないんですよね。多少やるかもしれないけどあの時々やったことをあのなんか何年も言い続けるぐらいのことやるかもしれない。基本はやらない。でそれがじゃあ市役所が公的機関だったらやるのかって言ったら。 あのそれだって目の前の仕事があるんだから、新しいこともやらないのが普通なんですよ。だから、からそれでやるべきことなんでやらないで怒るのが多分間違っていて。基本新しいことなんだから、多分やらないんですよね。大変ですからね。うん、そうです。それはなんか誰かリーダーシップを心ある人があの司会やるしかないんだけど。心ある人って、なんかあの心あるから、何かもうやってるんですよ。すでに <laughs> うやっってか。すでにやってるんですよ。<laughs> 心ある人、に気づいてもらうとか、生み出すっての大事ですけどね。 うん、そういうのを作っていかないと、うん、なるほどでいうと、まあ、4番目いう時間いたで番目いきましょうかで廣瀬さんでこれ今議論いろいろしてきたけど根本的な問題は共同親権のところじゃないかっていう先ほどご点ありましたけどこれはどういうことですか まああの、7割ぐらいがその経済的ネグレクト、片親による経済的ネグレクトが原因ですよっていうのって、まあ片親に経済力ないよねっていうのは、まあ世界中そうなんですよ。当然じゃないですか。働くのと子育て両方やったら、それは経済力ないのが当たり前で。で、あの、法務省が調べたやつで、25カ国調べて、離婚後に単独親権自動的になりますっていうのって、トルコとインドと日本だけなんですよね。へ、えー。で、 なのでそのまあアメリカとかフランスとか、皆さんがご存知の、普通の先進国って、離婚しても父親は父親だし、母親は母親だよねと、なので、夫婦の関係は切れるんですけど、子供に対しての責任は永遠に持ち続けるんですよね、裁判で、親権ありませんとかならない限りは。 なので、その、シングルマザーです。親権持ってるので、母親が育ててください。じゃなくて、父親も育てる義務があるので、母親が経済的困窮になった場合は、子供を支援しなかったということで、父親が,が罰せられるんですよね。なので、養育費を払わないっていうのも、まあ、明石市くらいしかないと思うんですけど、まあ、逃げ切れるじゃないですか、ね、日本って。養育費払わなくても。 それは民間の問題で、別に夫その元夫と元妻がお金払わは払わないは、それはあくまでその民事の問題で勝手にやってくださいなんですけど、フランスの場合だと、養育費払わないと、国が訴えるんですよね、まあ、旦那が払わないんだったら元旦那を訴える、で明石氏も明石氏が、あの職員の弁護士資格がある人が訴えて、でそこをあの代わりにお金を先に役所が払っちゃうっていうのをやってるんですけど、でフランスも先にあの役所がとりあえずあのシングルマザーのところにお金払って、その後父親を訴えるっていうのをやるので、取りっパグレがほぼないんですよね。 なので、共同親権にして逃げられなくするっていうのが、ごく普通の他の国のあり方だと思うんですよ。でそうすると、父親が働いてます。で、母親が子供います。でも、父親がお金あるんだからこのお金を使えば別に経済的にいけるじゃんってなるので、経済的困窮が減るんですよね。いや、でもね、あの、そう、親権っていうことがさ、親権って権利になってるんだけど、あれって義務なんだよね、実際に <laughs> <義>ね, <laughs> ね。義務、義務がさ、なんか母親にあげたとかってさ、それを押し付けてるだけ、だけなのにさ、 だから本当は父親も義務があるっていうふうにしてそれに違反したらやっぱりねね刑務所だよね <laughs> <laughs> そもそもなんでそのトルコとインドと日本だけそういう形になってるんですかね不思議なんだけど日本いろいろ不思議なんですけどでやっぱりあの、えー、離婚したらたちまち困窮する国っていうのは。 確かに珍しい <laughs> なのでフランスとかドイツとかだとあの、まあ、婚外子もたくさんいると思うしシングルでも普通に生活できるっていうことはねあると思うんですけれども今ねくみさんおっしゃったようなところも私も感じていてあのドイツだともうそもそも親権って言葉がないであの、まあ、エルタリヒ・ゲバルトだったのがゾルゲに変わったんですねある時期に。で要するにこれに対するるにに対配慮義務 いうことに変わわったわけですなのであの日本の場合だと、まあ、今日だから私も共同親権てにすぐするっていうのは一方であの女性支援とかね DV の支援なんかしてる方々はかなり慎重な議論をしていてその親権を盾にですね DV の夫が子供に会い,会いに来るとか。<laughs> 取り返そうとするとか、そういうリスクをすごい懸念しているわけですけれども。なので、私もですね、親権を共同にするというよりは、配慮義務を共同にするべきだというふうには考えていますね。だから、親権ってもうや,やめた方がいい。配慮義務ってな、まあ、で義、ね、義務だよね、義務だよね、まあ、権利はね、別に免許権なくてもいいな。あの、結局ね、<laughs> あの、親に親権なんてものがあるので。うん、で,で、あの、ね、子供が親の看護家に。うん ね、いないといけないっていうところで,でそれがですねこのハードルになっていてで虐待っていう言葉を使って一旦親をですね悪者にしてそれから子供を引き上げないと社会的擁護っていうのは始まらない児童福祉が始まらないってことなんですけれども、まあ、ドイツとかだと親権そもそもないので,であの子供の福祉の危機みたいなことでね子供がちょっと危なそうだねっていうと青少年局が介入してってでちょっと預かりますよとかねあの、まあ、そういったことであのなのでフランスもドイツも 社会的擁護のの利用率は人口比で言うと日本の6倍なんですねなのでいちいち親を悪者にしなくても単純に子どもの福祉を守ってくださいよっていうところですね。言葉をは、ね、変えた方がいいですよね。うん、なんか虐待という言葉をフランスじゃ使ってないみたいなフランスもですね,ですねドイツも私10年前に勉強に行かせていただいて、うん、その時にまあ虐待って言葉を使ってなくて子どもの福祉の危機単純に子どもの福祉って言ってました。 で、フランスも2007年に、やっぱり日本と同じようにあの、少子高齢化が進んじゃってですね、で、これからどうしようっていうところで、あの、専門家を集めて、で、100人会議っていうのはやったというふうに聞きましたけれども、で、そこで、あの、決まった、 答えがですねあの、まあ、まず法律からすべて虐待という葉はを削除しましょうということと、もう妊娠期からの,あのもう切れ目のない支援をあのきちんと、えー、整えてで、それで来るの、日本みたいにねなんとかセンターに来るのを待ってるんじゃなくて、エデュケーターっていう人たちが、えー、そういう妊娠した、ね、お母さんとかお父さんのとか行ってで、えー、こういうメニューがありますよっていうのを、行政から説明に来るだから虐待という、すね、要するに親だけの責任しないってことですよね。心配な子供とかいいう言い方 虐待という言い方を通じて子供がいけなくなるとそこの家庭は虐待をした家庭だということになっちゃうじゃないですか,だから子供が持ってかれるイコールとんでもないことをしただから子供を渡さないということになるんですよね。 なので、そのなんか、状況によって2、3日預けてますっていうのが、普通の社会システムになったら、ああ預けてるだけだよ。で、別に、あ、そうなんだ、ふーんで済むじゃないですか。なので、虐待だから連れて行きますしか認めないっていう、日本の仕組みが逆にその虐待を隠そう隠そうってなっちゃうと思うんですよね。で、あとその、ちょっと気になったのが、その、 親権ではなくて配慮義務だと DV とかのが防げるというのがちょっとどういう論理なのかが分か,らなかったでいですあの要するに親権を盾に DV の夫があの合わせろみたいなことでややこしくなるよねっていうところですね。で配慮義務だったらだからもうで DV とかだったら「いやあんた会えませんよ」って「あん,であんたもともと親としての権利はありませんから」で「配慮の義務があんだから義務だけ果たしなさい」っていう。 でおなんか、まあ、配,配慮っていう言葉もなんか使いたくないですけどね、なんか配慮とかって、なんか<の>配、配慮じゃなくて、やれよって話ですよね、だからその、まあ、経理というか、義務というか、なんでもいいんですけど、DV の問題は DV の問題で、普通に僕、警察とか裁判所を介入させるべきで、もう DV やったんだから、共同親権ではありません、終わりでいいと思うんですよ。 な、なんかその要は、共同親権だから DV の人が連絡してくるって、いやいや、共同親権でも DV やったやつは権利も失うし、もうその元妻だったり子供とか連絡を取れない状況にしますよという社会システムをすればいいだけなので、それは共同親権の問題ではなく、DV が許容されるという状況が悪いって話だと思うんですよね。<laughs> DV やったやつはそのまま警察なり裁判所なり行けよって話なんで。 まあそれはそれであるんですけどね、ただ日本の場合、現状でいうとあの、まあ、権利がないイコール義務もないっていうような、ね、状況になっていて、それで養育費払われていないので、だからそこはね、こ、まあ、言葉をどう変えるかっていうのは、いろいろあるとは思うんですけれども、たまあ、ちょっとドイツの例を、道義的義務は結構あるので、日本は逆にその面会権はないけど、金だけひたすら取られるっていうパターンありますよね。 要は、単独親権で母親を持ってきました。で実態としては、母親が浮気をしていました。で、別れました。でも、まあ、ある程度、親を養育,養育の義務はあるので、子供には全く会えないまま。なんか、十八ぐらいまで、ずっとお金を払い続けるっていう、っていうのを、父親側はやらなければいけないっていうパターンもあったりするので、いや、もう、それは払うべきでしょう？<laughs> <laughs> だからそれ、それは, <laughs> 要は面会権とセットであるべきなんですよ。共同親権の場合って、あくまで父親なので。 父親、その、まあ、父親と母親なので、子供の会う権利として保護されるんですよね。要は、その、じゃあ、離婚しました。で、連れ子になりましたっていう場合って、相手側の悪口をひたすら言い続けるんですよ。大抵の家庭は。なので、その、父親というのは悪い奴だったんだ。で、また、まうお母さんというのは悪い奴なんだって思い込まされるんですよね。でも、実態としてそれで会わせないっていうのをやると、もうそれはその、もう連れてったら親が言ってることが正しいよね、になるんですけど、共同親権の場合って定期的に会うんですよね。 定期的に会ったときに、あれ言ってること違うじゃん、連れって言ってた母親の言ってること違うじゃんってなると、どちらが正しいのか、人としてどうなのかとか、大人ってこういうもんだなっていうのが広がるわけじゃないですか。なので、合わせるっていうことも僕、大事だと思うんですよね、子にそに、その生物学的な親に。今、結構ずっと会えないまま、ね、な、ま、っちゃん、お父さんとか母親さんいるから、まあ、それは、まあ、ちょっと施設の問題とは、うん、別の話だけど、結構大事な。 あこれ、では別の話ではなくて、結局、7割の,ネグその経済的ネグレクトっていうのをどうやって起こさないようにするかっていうのがあれば、7割の児童福祉施設にいる子どもたちは来なくなるわけじゃないですかなん、ね。よっぽどそっちの方が先だと思うんですよね、でそこでじゃあ、経済的に困ってないのであれば、そのまあ、シングルペアレントの家庭も幸せになるし、子どもも別に普通に生活できるよねっていうので、より全体の福祉としてはいい方向に行くじゃないですか,か経済的に困窮しないってことか。 まあさっき言われたね、養育費、あの夫が払う、払わないでもらえるかもらえないかが決まるんじゃなくて、あの行政がね、代わりに払うっていうのが、すごい私は重要だと思いますね。で、それで行政は行政で、まあ夫が払ってないんだったら、夫から取り立てるとかね、だからやっぱり、それ、二社間でやらしちゃうから、であの民法上はね、もうそういういもう民事に対して警察は介入しませんみたいなことで、2社間でやらせるから、たい取りっぱぐれるんですよね。はい なのでアカシシモデルが日本でも普通にできてるのでなんかそれ日本全国でやればいいんじゃねえって思うんですけどなんで広がらないですかねうん,うーんやる気ないからじゃないですかいやでもねやっぱりあの子どもの問題ですごく見えないんですよだからあのビジネスやっててもそれを持っててあのドアンゴってあの多分ニコニコ動画が流行ってた時よりあの着メロのやってた時の方が儲かってたんですよでもあの有名になったのはあのニコードなんですよね で、何が違うかって、ニコでは大人も使ってたんですよ。で、チャクメロは基本子供しか使ってないから。で、その中で、多分、あの、300万、400万人使ったところで、子供は知ってても、あの、社会的な認知症って全くないんですよね。だから、子供の社会って社会から見えないんですよ。だから、児童養護施設の問題ってもう根本的にそうだと思います。もうあの、あの、あの、子供の社会でも見えないのに、子供の社会でも一般ではなくって、その、狭い世界だから。だから、これをもう少し、世の中に、 あの露出する仕組みをつあの無理やりにでも作らないとほっといたらねもう全然無視されますよね,ちょっとねそういえばなんかあの収録前に話してた出生率が下がったって話がちょっと面白かったんですけどあのー、あれですね小中学的な時点があったらあそ,うあそ,うそうですね日本でその虐待の報道と出生率の低下みたいなね、はい、私はここは密接に結びついてると思うんですけれどもあの これちょっと収録前だったのかがさん、どういうことか一回説明していただきたいて。いや、あの、これはの、早川さんからあ、あの、聞いたんですけども、まあ、その。あの、その、虐待の問題が一時期、あの、日本でブームになりましたよね。その、虐待の報道がとにかく、あの、されて。で、それだけで、まあ、あの、結果。何が起こったのかっていう話を、まあ、さんが聞いて。まあ、あの、その、あの、出生率の低下だけじゃないんです、ですけども。まあ、実際に、そう、何が起こったのかっていう話、でちょっと。 話していいたただきたいんですがあ、はい、あのまあ、2018年にさっきちょっと触れた目黒の事件があってで19年に野田で同じようなことがあってですねであの時からあの逆転,逆転死が急増したっていうことで相当 報道が増えたんですねそれで当時の首相もですね、国会で昨今急増する子供の虐待死っていう発言があってですね、で私はまあかなりあのその後危惧してですね、で虐待が増えた増えたって騒ぐことで虐待は減らないと、減るのは子供の数だということをずっと繰り返し言ってましたけれども、まあ予言は的中で、で実際ですね、あの あれが2018年で,で、それよりも過去10年ぐらい遡ると、虐待死は実際ですね、3年ぐらい連続で100人を年間、100人を超えていたんですね。で、それがだんだん少しずつ90、80、70みたいな、まあ、綺麗には右肩下がりではないんですけれども、でもこう徐々に減ってきて、で、2017年に、えっと、65ぐらいまで。 減ってきたんですねそれで、えっと、2018年に目黒の事件が起きてだからようやくこのぐらいまで減ってきたかなと思ったら逆転死が増えて増えたってだからデータも見てないのかなっていう感じなんだけれどもそれで、えっとまあ、出生数はそれまでねあの若年人口減ってるのでなだらかに落ちてきたんですけれども合計特殊出生率はあの横ばいか少し上がってたんですねあの頃2017年18年ってそれがガクンと落ちた。 18年から。で私が、あの、まあ、当時予言してたのは当たっちゃったわけで。で、それで189とかで、あの、まあ、ためらわずに通報しましょうとか、テレビコマーシャルなんかもかなりバンバンあれからやるようになってですね。で、実際虐待死が、それで、17年が65ぐらいだったのが、えっと、18年には、えっと、虐待死の数が73。で、その翌年、19年には78っていうことで、また上がり始めちゃった。 ですね、それでなので189で私は子どもデータを見る限り防げてないっていうのは明らかだと思うんですけれどもで一方で出生数でいうとですね2018年が91万8000人だったのが、えー、翌2019年には86万5000ってこれ6%減ってさっき言いましたけれどもこれってかなり有々しき数字で30回繰り返すとゼロになるっていう。 1>, 6 1年6%減って、相当なことがないと怒んないですよね。そうで、すねあの報道の影響はまあ間違いなく私はあったっていうふうに、でもそれ全く指摘されてないですよね。うん、そうですねまあメディアは自分たちの責任になっちゃうからですかね。<laughs> まあ、だ総理大臣も国会で言ってましたから、ね、<laughs> だからもう、もう国を挙げての,あの失策だと私は思ってますけれども。そこはあれでですかでも冷静に考えると まあ、相関があるかもしれないし、ただ、そこの相関関係って、まだそれが本当に相関のもつだったかって、まだ分からないですよねあの証明はしようがないですけど、これだけ顕著に数字が出てて、<laughs> じゃあ、まあここに何かかるのかってことね,ね、うんまあ、そうですね、はい、そこにいろんなこうあの関係の分析をちょっとしていかないと分からないところであるけど、まあそ、そういうことが仮説として。 考えられるってことですよね。正、ね、しい方は。だから私も、まあ、シングルの、ね、お母さんとかと関わることもありますけれども、あので虐待死ってあの、ね、さっき言ったような2つの事件が、まあ、真っ先に想起されると思うんですけれども、実際に起きている虐待死の、えーまあ、大半はです、ね、0歳なんですねで。その中でも一番大きいのが0歳0ヶ月0日っていうのが一番多いっていうふうに言われていて、 でつまり、えー、お母さんがたった一人で,で妊娠してで誰からのサポートも受けられずに一人で産んでそれで赤ちゃん死んじゃいましたっていうのが虐待死っていうふうに言われていてこれ多分フランスとかだったらこれ行政が叩かれる話だと思うんですけれども何で守れなかったんだって話になりますよねだけど日本で言うとこれは虐待死で加害者母ってなる。 そうウエラの手になっちゃだからこれがだからその実際皆さんが想起する虐待死のイメージと実際起きている0歳0か月0日っていうやつがかけ離れちゃっていてそれで189189189って <laughs> 189で赤ちゃん守れないでしょその0日の赤ちゃんをまあそういったところですねでシングルのお母さんなんかに聞くのは小さい子がですね例えば泣き止まない時にどうするかって言ったらまず最初に窓を閉めます。 で、カーテン閉めます。で、この前聞いた話だと、私は、あの、さらに、布団でくるみましたって言ってましたけれども、結局だから、189とかで通報されて、まあ、普段ね、近所付き合いが東京なんかだいぶ気迫になってる中で、まあ、挨拶もなかなか交わさないような関係の中で、通報だけされるということで、やっぱりね、それで一回通報されたお母さんも、 もういたたまれなくて引っ越したって言いましたけれどもね引っ越したり布団にくるんだりとかってそういうことで赤ちゃんの命守れるわけがないですよねまあでも日本でねやっぱりねなんかありふれてる時って事件にもニュースにならないんだけど減ってくるとニュースになるんですよねそうですねだから平成20年ぐらいの時にはあの100件を超えてたのに全然報道されなくてでそれが10年経ってこれ減ってきてでもやっぱり ネあの夕空ちゃんのお手紙とかね、うん、そういうのが、うん、それでドーンって増えたようなイメージが作られちゃったっていう,うまあその結局単独親権になるのでそのなんか旦那がクソ野郎だった場合ってシングルマザーで子供を育てていくしか選択肢がないんですよね。 なのでそうなると、女性側としては子供を産むということは、自分が一人ででも、この子供と自分の生活、両方が稼げるようになるなという状況が確認できてからじゃないと、やっぱ怖くて子供を産めないって話だと思うんですよね。 その、旦那に、じゃあ生活も全部支えてもらいますとなると、じゃあもう金出してるのは俺なんだからっていうので、どんどんその、言ってることが変わってくるとか、やたらハラスメントを家庭の中で起きてくるわけじゃないですか。で、それが嫌です、離婚しますって言ったらもう、まあ、あの、その、困窮ばったの中に突っ込むことになるわけじゃないですか。ってなるのが怖いよねってなると、やっぱりじゃあ今子供産まない方がいいよね、なっちゃうと思うんですよね。 なので子供を産んで、旦那がクソ野郎だったとしても、離婚しても何の問題もないですっていう社会システムになれば、じゃあ問題なく離婚できますってなるんですけど、離婚できないという形で我慢をするのか、もしくは金を稼ぐのか、どっちかが満たした場合じゃないと、子供は産めないよねというのが現状になってるっていうのが、出生率が下がる理由かなと思ったんですけど。 まあそうだと思いますねだからフランスはそこに手をつけたんだと思いますね。で、あのまあ、ドイツにしろ、フランスにしろ、旦那がいなくてもですねあの食べていけるわけですよ、子供が何人かいれば、お母さん、ね、子育てに専念できるように、手当が出ますんでね。だからあのドイツがね、その子供手当を出すときに、まあ、保守派の議員がだいぶ反対したらしいんですね、メルケルさんの時きに、まあ、そういった児童手当を出すとで、その時に保守派の議員が何を言ったかというと、そんなことしたら離婚が増えるだろう。 っていうね、だから日本でもそういうことかなと思うんだけど離婚が増えるだろうってで、今ひろゆきさんが言ったようにねあの離婚したらもう貧困の、ね、渦に入っていかないといけないだから DV に耐えてもそういうお母さんたくさん日本にいますよ自分一人が DV に耐えていればこの子供は学校に行けるご飯も食べられるだけど離婚したらたちまちもう困窮するなので私は DV に耐えてますってお母さんもいるわけですよね。だからやっぱりあの だからその保守派の議員とかは、そこをね離婚しても食っていけるようにするっていうのが、私なんかは安全のためには、子供のためには大事だと思うんだけれども、でもやっぱり形にこだわる方が日本にも多々いらっしゃるんだと思うんです、夫婦っていうのはやっぱり、ちゃんとお父さんと、家族っていうのはお父さん、お母さんがいるものみたいないやだからなんかその、他人の家庭を変えたがる人、多いですよね。 夫婦別姓とかもあの、私たちの夫婦は変えたくないです。いや、変えなくていいですよ。変えたい人たちが変えるだけなんで、あ,のあなた方はそのままですって話なのになぜか新しく結婚する、こいつら同棲にいてほしいみたいな、他人の家庭に口出しまくりますよね、あれ、なんなんですかそう、だから私もそれはすごい不思議で、だから選べるって言ってるんだからいいじゃないかって話なんだけど、選ぶことを許さない。しま <laughs>、しまぐり根性ですよ。<laughs> まあまあ、他人が選択することを許さないっていうのはね。うん だから制服もそうなんですけど、公教育の制服もえ、ね、選べる派、強制派で日本は10倍強制派がいるっていう選べることを認めないっていうね。いやそうですね。だから N コを作った時もね、うん、なんかその N コを素晴らしいっていう人の中に一定割合ね、なんじゃ N コが先生がね、多分東大生も出しますって言ったことにすごい怒り出すとして。 新しいことやってるんだから東大なんかに行くなっていうねそれ別の道へ行けっていう人が現れるんだよねあれも僕は日本の特徴だと思っていて認めるんだけどよそでやってくれみたいな <laughs> <laughs> 選ばせてくれよこっち勝手にみたいな<笑><笑><笑>違うところでやってくれみたいなことを言い出して、うん、それやっぱ日本の特徴だろう日本の特徴ですよねでも保守の人ってその離婚が増えることがなんでそんなに嫌なんですかね なんか、日本人が減ることの方がむしろ僕問題だと思うんですよ。離婚がどれだけ、いや、日本人が毎年毎年ちょっと減ってるじゃないですか。だから、日本人が減っていくということが、なんか、保守でいう日本民族を守るで言えばそっちの方が大事なのに、なんか離婚をさせないために子供を減らそうっていうのが、な,なんでそういう思想になるのかなっていうかいや、子供を減らクーがってるわけじゃなくって、っ家を守ろうとしてるってことですよね。はい 家族主義ですね。あの家族あの家族っていうよりは多分家なんですよ。に、うん、日本の場合はあの血縁が違う養子でも構わないからうん、うん、あの、うん、日本ってあのあの古い会社なんかあの百年以上ついてる会社っていうのはなんか世界一多くてしかもダントツで多いみたいな国らしいんですけど、うん、もうあのあの百年二百年家業をやってますみたいなあの家が多いんですよでそういうあの中小企業も大きいところも多くて。 多分そういうところが日本の経済とか社会を支えているっていうのはある程度事実だと思うしでそういうのを大事にしないと日本は永続的にやっていけないという価値観というのは僕はあるんんだと思うんですよねでも離婚しても再婚すればいいじゃないですか。 その家守りたいんだったら、なんか、元妻が離婚しましたって言ったら、再婚しても男は再婚していいんじゃないの男は再婚していいんじゃないのなので、別に離婚しやすいのにして、じゃあ、女の人はいなくなりましたって言ったら、女の人も男の人も新しくまた別でパートナーを作ればいいわけで、なので、離婚しやすいっていうのにしても、別に家が保てないっていう話と違うと思うんですよ、再婚すればいいだけだから <laughs> あ。まあ、だから別姓が許せないわけでしょ。違う、名前が重要なのよ、名前が。 なるほど、じゃちょっといろいろビジネスにならないことも考えると、ですから <laughs> ビジネスにならないことを、ね、淡々と考えてきましたけれども、でも結構、今日いろいろ話し合ってきて勉強になりましたで、これが多くの人見られると嬉しいと思うんですけど、一個だけじゃ最後、ちょっとこれだけちょっとだけ時間あの、本当に最後ですかね、話し合ってきてのは、まあ、ちょっと子どもの視点で最後考えたいなと思ってて、まあ、じゃあ福祉の現場に携わっていた早川さん。 子供の視点で言うと、今何望んでるんですかね。まあ、大人が考えることは結構いっぱいありますよね。あるんですけど、子供の視点何かなというのをちょっと聞きたいなと思いました。でも今、ひろゆきさんの離婚のお話聞いてて、やっぱ子供としてはね、離婚なぜ少なくしたいのかって言ったら、なんか自然な気もするんですよ。子供はやっぱ父と母両方にいてほしいなと、まず思うのは自然な感情。で、その後まあ離婚したら、人で会えるようにするとか。まあ いやー、くす、それからちょっと日本の仕組みの問題で、あの、フランスの場合だと、離婚して再婚すると、親が増えるからより楽しいっていう人もいるんですよね。あ<ー> <laughs> そういうのもそけ、ね、生物学的親が二人で、<laughs> さらに再婚してもう一人増えるから、誕生日プレゼントとかいっぱいもらえるんですよ。クリスマスプレゼント1.5倍ねで。で、あの、バカンスとか旅行先も行けるところが増えるので、なのでむしろ人生としては楽しくなってるって、そういう価値観もあるんで、はい。そういう、そういうのもある、ね、離婚がいいいうん。 そうですね離婚が一,一義的に僕もっとカジュアルになるとあの逆にそれが楽しくなるってことだね、えー、<laughs> そういう世界もあると <laughs> 離婚問題も確かにそういうろんな子供目線で考えると今みたいにひろゆきさんいにいろいろ見えてくると思うんですけどじゃ <laughs> その業務屈の問題子供目線から見て今何が課題でそれを解決したいかだけその まあただ社会的保護の現場から見ているとですね、まあ確かに子供は離婚はあの喜ばないっていうのはあるけど、ただ、あの、まあもちろんね、そういうポジティブな考え方もあるだろうし、ただ一方でステップファミリーのね、夫って妻の ね、連れ子、目、ま、黒、あの事件がそうだったんだけれどもそれをやっぱり虐げる傾向が多くてっていうリスクはやっぱりあるんだなっていうのは感じますけどただやっぱり子どもから見るとですねあの私は感じるのはやっぱり母親とのつながりがもう。 一番大きいですね。だからやっぱりあの正直ね。あの子供の園でとか。まあこの業界で子供と関わっていて、お父さんの存在を忘れちまってる。子供って <laughs> いるんですね。お父さんと会いたいとかって聞くとはみたいな。 <laughs> だけどお母さんのことを忘れてしまっている子供って本当にいなくてでやっぱりこの虐待って言葉が非常にまずいなと思うのはお母さんの存在をも否定してしまってでお母さんが会いに来れなくなっちゃってるんですね。 あの90年代児童養護施設ってあの毎週末ですね、まあ、父ちゃん母ちゃんじいちゃんばあちゃん誰かしらあの多くの子供が会いに来るとか、まあ、毎週末じゃなかったとしてもねでもやっぱり盆とか正月になると大体長期規制とかして施設の中がラガラになるんですよ。それであの、まあ、若干ねあのお家に帰れなかった子を私旅行に連れてったり自分の実家連れてったりとかしてましたけれども2000年以降ですね面会にほとんど来ない。 で家庭引き取りもないで、盆も正月もみんないるみたいなで。なんでそうなってるかっていうと、2000年を境に急に虐待が増えたわけじゃないですよ。可視化されちゃってるっていうか、レッテルを貼られるようになっただけで,で、それで虐待っていうレッテルを貼ることによって、えー、施設も交流に、えーまあ、慎重にならざるを得ない、児相も慎重になる、で親はもう自信をずたずたにされていてで、もう会いに行けなくなる。 で子供もあなたが受けてたのは虐待なのよ」って言ってでそうやって親と会っちゃいけないんだっていうことで、えー、母親母子関係がですねかなり絶縁されるようになってきているでこれは子供に与えているダメージっていうのは本当に大きいと思うのでだからやっぱり親を悪者にしないでほしいっていうのがだからあのとあるね虐待を受けていた 方がね。成人した方ですけれども言っていたのが、私の母親は悪く言っていいのは私だけっていう風に言ってましたね。あのまあ、私自身だってそうだけど、あの親父と喧嘩してね。でこのふざけんなよみたいな感じで、親に悪態ついたこともあります。けれども。でも他人からお前の。親父ってどうしようもねえよなって言われて嬉しいかって言ったらうれ嬉しくないですよね。だからやっぱり親を人から悪者にされ。てる 嬉しい子供っていないはずなんで、だから子供を第一に考えたら、やっぱり親を否定しないでほしい。い,いや、でも、それは本当そうですよね。<う>実際なんか、あの、五人ぐらい育てて、うん、で、一人、あの、忘れて、車の中に放置して。うん、あの、殺しちゃったりとか、うん、で、あれはもう、有罪。みたい、殺人罪みたいな、判決を受けてるけど、うん、あれって、ああ,あ、いうのを裁くのって、本当間違ってて。うん、あの、そういうふうな、あの、ことをさせてしまって、本当社会の責任ですよね。うん、社会がそういう。そうですね。 まあ、お子さんに手出しちゃった人とかに、こう社会がその人悪だって言っちゃうと、より。辛いですね、その子供、子供目線でいうと、子供本人はね。子供が辛くなりますよ。追い詰められてそうなったんだから、うん、それやりたくてやったわけじゃないですよね。そうですね、うん、多くは。ひろきさん、どうですか。いや、なんか、その親を尊重しすぎるのが、逆にその親の責任と義務を増やす気がしていて。で、世の中には、頭のおかしい親というのもいるので。 でもその宗教2世とかまさにそれで、そのおかしな宗教を子供の頃から当たり前として信じ込まされてるわけじゃないですか。でもなんか親が言ってることは正しいよね、親を非難すべきではないよねっていう価値観だと、やっぱりその子供を社会が助け出すっていうのができなくなっちゃうと思うんですよね。なので、その宗教2世の,その宗教を子供に強制するというのはもう虐待ですよっていうのを。 法律で決めちゃうフランスとかであればそれはそれでわかるんですけど日本の場合は宗教2世もまあ親が信じてるのを子供が信じるのは当たり前だよねっていうふうに割と許容する文化じゃないですかなのでなんかちょっとその親のやってることを正しいと見なしすぎるっていうのが日本はあるのかなとも思うんですけどでそのせいでなんか親がその完璧なことをしなければいけないっていう。 なので、親は完璧じゃないからミスもするから、じゃあ行政に頼りましょうっていう、割と他の国はそうなんで、金がないから行政からもらうんですけど、なのでベビーシッター代の方が猛暑金で入れるんですけど、日本の場合は、親は完璧だからベビーシッターも雇わないで働いて子育てを全部自分でやりましょう。それが当たり前ですよねっていう押し付けになっちゃってる気がするんですよね。 まあだから私、先ほど言ったのは親のえと行動もすべて容認しましょうという話ではなくてですねやっぱりあの行為そのものをですね先ほど言った宗教の押し付けとかそういうものは禁じていっていいと思います。 であの体罰も私は反対ですし、あの親だからって言って子供を叩いていいとは思わないし、まあ、私はた叩かれてそう <laughs> ましたけどね、うん。なので、ダメなことはダメって言っていいんだけれども、でもそれで親の存在をですね、もう100%否定するようなね、っていうのが今だから虐待って言葉でもうもう親の、 親としての存在そのものを根底から否定しちゃってるような状況なんですね。だから、あの、叩いたとか、そういうね、えー、経済的に困窮しているので、えー、まあ、家にいらんなかった、ダブルワークで家を空けていたとか、そこの行為にだけ注目して、でもそれを全部こう、虐待って一からげにして片付けて、親の存在を否定しちゃうっていうのが私は良くないなと思ってますね。で、行為は一つ一つの法律できちんと裁いていくっていうのがあっていいと思いますけど。 うんまあ、僕,僕はなんかね、あのー、そういうと若干違ってて、あのー、その、例えば宗教がね、あの自分の,あの親が宗教、あの、あのー、子供に押し付けちゃいけないっていうのは、なんかそれは、あの、親の権利じゃないかと思っていて、だって親子供を育てるの大変なんだから、やっぱり僕ね、あの、子供はもう、親が自由にする権利あると思うんですよ。でないと子供なんかおまないですよ、そんな <laughs> で。いやだから、親の権利としては、当然経済的な、あのー、 えー、義務っていうのはちゃんと果たしてでそれであの自分が正しいと思う世界を子供に教えるのはこれ親の権利ですよでそれは間違ってるかもしれない、まあ、でもそれはまあそこの家に生まれてしまったからしょうがないですよねそれは <laughs> いやだからそれ性的虐待を強制する父親と娘っていう構造でよくあるバランスですよね <laughs> 仕方ないでしょってなっちゃうんですよ。それは禁止すればいい,い川上さんがまっとうだから川上さんの言う正義を子供に押し付けても何の問題もないんですよ。でも世の中まっとうじゃないやつも結構いて、その論理を利用して子供に本当に性的虐待しちゃうんですよ。まあ性的虐待はねちゃんと刑法でさきますよね。それは禁止すればいいじゃん。うん、そうダメなやつだけ、本当にダメなやつだけやってて、うん、あとはさ、うん、なんか。 だから宗教二世とかっていうのはだから宗教側にねだから依存する親もそれなりにかなり困窮している場合があってでやっぱりね、ただそういう宗教が野放しになっている方が私は問題かなっていう気はしますけどでもいろんな宗教<の>形変えたいろんな宗教もあるし宗教とかってある程度人とのコミュニケーションで分かるんですけど性的虐待ってやる側も賢いから分からないようにやるじゃないですかで子供も隠そうとするじゃないですか。 だからその外形的にそのまあ殴るとかの暴力の虐待ってむしろ発見しやすいんですよね、小学校行って体操服に着替えたときに発見するみたいな、でも性的虐待って本当に分かりづらいじゃないですか、なのでそういう意味で、やっぱりそのその法律で縛りましょうが、性的虐待に関してはかなり難しいので、世界中でまあ広まっても、なかなかそれが収まらないっていうのがあるんじゃないかなと思うんですけどそうです、ね、宗教ともちょっと性的虐待、はちょっと別の問題かもしれないけど、性的虐待のね。 かかなりだから見つける以前に子どもに教育でですねやっぱりこういうのは逆転なんですよっていうのをきちんとね伝えていくとか子どもの権利、権利集約日本は批准してるんだけどほとんどの子どもが知らないであのまあ大人でも2.2%ぐらいしかよく分かってないっていう <laughs> だから、そういう子どもの権利とか何がまずいことかっていうのをちゃんとやっぱり公教育で教えるべきだと思うんですよね。お父さん とあのだから国によってはね、これもどこで線引くかっていうのは難しいけど、一定年齢、こうやってね、お父さんとお風呂入ってたら、女の子はね、そしたらもう虐待ですよってなる国だってあるわけで、だからまあ、そこら辺何がちょっといね、通常で、何がまずいのかっていうところは、子ども側にもちゃんと伝えていくっていうのは必要かなと思いますえお風呂入るのだめなのだめな国があるの ダメな国ってだから。<laughs> マジで <laughs> いやだな、そんな。ちっちゃい人は、かかみさん大丈夫だって。っは子供が、まあ、うちのとこですけどね、一緒に風呂入ってくれなくなるかと思って寂しいですからね、普通に、ね。くらいなるのかっていうのって、まあ、別にあの、子供の権利として僕は認める気だと思うんだけど、子供の権利以前に、あの、罪になっちゃう感覚であるって。<laughs> でもなんかそれ、風呂じゃなんか寝顔、ね、寝顔にうっかりキスしたら、 別どうせだったかな、それなんかうっかりそれやばいって、チュッチュもだから一定年齢を超えるとだめなんですよね、多分ね、一ぶ年齢、チュッチュは別にだめって聞いたことない,い<や>な5、6歳ぐらいいいんですけど、いいやお風呂もさっきの一つの例えでね、でそのあたりはやっぱりしっかり、うんあの、ただ、だからどこまでで線を引くかっていうところはね、時代によって変わったりもするので、うんまあ、ただ議論はしていってで、子供にちゃんと伝えていくっていうのは必要かなと思いますね。 いろいろ議論が尽きないところでしたけれども、今日いろいろお話しさせていただきました。最後、感想を聞いて、えー、いきましょう。片壁さん、やってみてどうでしたあはいあの。なんか、いろいろと。やっぱりね、ひろゆき面白いですよね。こういう話題の。ひろゆきは面白かった。<laughs> <laughs> いや、共同主義の話は面白かったよね。でも、多分問題の本質って、多分そこってすごく大きいですよね。実際、自動育児技術に来ている8割、9割はあの、そういうネグレクトされてるんだとすると。 なるほど。ひろゆきさんどうでしたいや、なんか、ついでにちょっと早川さん聞きたいんですけど、僕、の、世間的にはもう、あの、暴力、体罰はダメだよね、が当たり前の常識になってるんですけど、僕、体罰なかったらもっとひどい子供だったと思うんですよ。体罰で仕方なく学校の先生の言うことに従っていたっていう。だから、そのおかげでようやく社会性得られたんですけど、僕、殴られてなかったら、先生にも歯向かうし、社会性もなかったから、やっぱり体罰必要なんじゃないかと思う組なんですよ。 でいや早川さんもちろんやらないと思うんですけどでも、やっぱり心の中で体罰があった方がいい子供いるよねって思うことないでですすかあのね私も体罰受けまくってたんですけど家庭でも学校でもで、まあ、私の世代、ね、川上さんと同じくらいですけど体罰なんか別に普通にありましたんでねでだから普通だと思ってましたで,で、この世代があの児童養護施設の職員になったときにみんな子供を殴ってましたね。 でただ私はやっぱりそれで結果的に自分が衝動的になったり暴力的になったりっていうあの、まあえー、若い時代があったんでで,でやっぱりこの社会的養護に来てですねその虐待の問題とかねいろいろ考えるようになってでやっぱり家庭でこの暴力を受けた子どもを施設に来てで暴力で <laughs> 養育は絶対にしちゃいけないっていうところは私は。 心に決めてですね。なので、この仕事に入った時はもう一回でも子供に手を挙げたらその場で辞めるっていう決意をしてやっています。なので、体罰は良くないと思うんだけど、ただ日本のね、まずいなと思うのは、虐待防止も体罰禁止もそうなんですけれども、じゃあどうすればいいのっていうのを、 伝えないででそれでただ禁止すするんですよねだからどうしようもないとかじゃあもう病院連れてってお薬飲ませるしかないとかね抗生死薬飲ませるしかないとかっていう発想になってきちゃうだから体罰に頼んなくても子供を育てる方法ってあるんですねで私も息子一人ですけれども一回も妻も私も叩いてないです もう蹴ってもいないし。<laughs> でも別に息子をちゃん、あの、ちゃんとっていうか、まあ、普通に、私以上にまともに、私よりはだいぶまともに育ってますんで。だから、タヤバさんなんか、まあ、はっきり言って、適、あの、適切な養育スキルがあれば、いらないんですよね。 ただ、それを日本はそういうスキルを共有しないできいきなり禁止しちゃうから、だから本来であれば3年間の猶予期間がありますとかって、ねえーとえー、何年後には、3年後には対罰禁止にしますから、それまでの間に無料の講座をたくさんやるから、それみんな受けてねとかね、そういうことであの親になるトレーニングをしてで、それから禁止すればいいのに、トレーニングしないでいきなり禁止するから、なのでみんな、こう、えー、じゃあもう子供なんか育てられない。 僕はね、あの僕にはゲーマーなので、子育てっていうゲームで、体罰をしないっていうのは、まあ僕はあの縛りプレイに聞こえるんですよね。あの、それ結構難しいな、難しそうだなって。<laughs> で、それでうまくやっ,てやってたらいらないっていうのはわかるんですけどもあの、下手なプレイヤーいるじゃないですか。あの子育てが下手な人で、なおかつ体罰も禁止とかって、それちょっとなかなかね、クリアが難しいゲームですよね。<laughs> だからやっぱりトレーニングが必要がですよね。そうですよね。うん いや、まあ、そう。いや、なんか、僕、その、本当に親とか大人の言うことに従わない子供だったので、体罰なしでどうしたんだろうかわかんないんですよね。いや、まあ、ちょっと、社会的にさ、みんなでさ、ひるゆきは体罰 OK っていうことで、うん、大人だけど、<laughs> <laughs> これからもうネットでみんなひるゆきは殴っていいってことでしょ。その、なんか、<laughs> 大人でも殴り合いをしたことがある人の方が、 大人になった時の、その人間的な説得力高い気がするんですよね。その元ヤンの方が結構真っ当な大人多くないですか、まあ、元ヤンでダメな大人もいっぱいいるんですけど、なんか結構いい職業だったけど、もともと元ヤンみたいな人っているじゃないですか。かやっぱなんか暴力とそこら辺のなんか人としてのなんか関連、訓練、教練みたいなのって、どこか相関があるのかなっていう気が多少するんですけど。あのなんか、なんかね、暴力、暴力は必ずしも いけないと思うんだけどもなんかあの喧嘩って今の子ってすごい減ってるんだと思うんですよね。でケンしない人っているじゃないの。で喧嘩しない人と喧嘩したらその人の関係終わりますよね。でも喧嘩してる人だとなんか逆に仲良くなったりもするのでそういう意味では人間関係の自由度っていうのはなんかあのまあある種喧嘩とかってあの自分の意思をむき出しの意思を押し付けるってことだからあのより濃密に相手と関わるわけで。 人間関係を作る方法としては、なんか僕は、もうすご柔軟性はあっていいんじゃないかなと思いますよね。いやま、まあ僕は、あの、暴力は嫌いですけど、嫌いというか、僕は子供の時、 あの、まだ、あの、すごい、あの、治安の悪いところだったんで、あの、目、目があったら殴りかかってくる人って結構いたんですよ。<laughs> 昔いましたよね,ねいや、もう電車なんか乗ったら大変ですよ。もう大変ですよね。目を合わせないように生きてるでき、ね、<laughs> それから比べると今はすごい平和な世の中なんで、絶対昔に戻りたいとは思わないんだけど、うん、とはいえ、ちょっとね、あのね、そういう、まるで研磨しない関係っていうのってね、それで人間関係って本当に作れるのかなと思いますよね。 僕と別にですね。ま、あ喧嘩ね。ひろゆきさんが、すごいですね。あの、自分がまっとうだっていう立ち位置から話してきますからね。僕は僕でまっとうに育ちましたみたいな。はい、<笑><笑>そこそこちょっと立脚点からちょっと問い直したいところでありますけど、はい。ああ、そう。まっとうになってるって話ですよね。ななあ自分は体罰を受けてまっとうになったっていう前提がそもそも正しいのか正しいのかっていその問い直しをちょっとしたいところでしたけど、ささあ、ううのが早川さん、はい。 はい。どうでしたやってみて。ああ、でも、面白かったですね。あの、普段割とね、あの、同じ業界の人たちとね、関わることが多いので、まあ、ひろきさんみたいなね、あの、<laughs> いや、あの、体罰工程の人も久々にあったんでね、あの、一昔前はもう周りみんな体罰工程だったんで、もうかなりガチガチやり合ってましたけれども、まあ、その辺はまあ、<laughs> まあ、今日の本論ではないんですけど。体罰工程ちょっとダメですよね。体罰工程があの、 データ的に、その暴力をなくすことが正しく育つことと完全にちゃんと因果関係あるかってことが本当にあるかなって疑問かもしれないですよね、まあ、肯定まだ言ってない、肯定してるんですか、さん肯定してるというより、多くの子供は体罰なしでも多分大丈夫なんですよ、でたまに外れ値の子供というのがいて、その外れ値の子供は体罰ぐらいがないと、多分コントロール不能なんですよね。 僕、小学生の頃に、あの、家を追い出されるという罰があったんですよ。で、家を追い出される罰の時に、夜中にそのまま遊びに行っちゃったんですよね。で、その罰が成立しなくなっちゃったんですよ。でも、殴られたら従うんですよ。ご飯食えないとかも、僕あんま食欲ない方なんで、食えないなら食えないで、いいっすって食わないんですよ。なので、その罰が存在しないと、人ってやっぱり罪としたら罰がないと、やっぱり、その、やってはいけないことってわからないじゃないですか。 だから罰が成立しない子供に対しては、やはり体罰がないと、そういう外れ値の子供には難しいのではないかっていうのは、僕自身としてずっと思ってるんですけど部分的な工程であったかもしれないけ、ねね、ご自身に対してね <laughs> あのね、みんなネットでね、ひるゆきが腹が,腹が立つっていう人は、パリまで殴りに行くしかないんですよ。<laughs> <laughs> そう教えると。これ、いけないことなんだと。そっか、殴んないと分かんないんです殴んないと分かんないんで。い <laughs> <laughs> いやなんかだ,いだいぶ砕けましたね <laughs> 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 はい。あの、体罰肯定で終わると思わない肯定 <laughs> <laughs> じゃないですよ。肯定しゃないです。国としては肯定しいし。<laughs> いい<え>経験の、ね、はしないでそういう、一応仮説として、かもしれないですうではい <laughs> <laughs>。あの、なんかこう、それにあの、難しいことに対してですね。危ないんですよ、こっちとね。はい。じゃあ、えー、今日。 約いろいろなことを考えてきました、えー、早川さん、えー、川上さん、ひろきさん本当に長時間になっちゃいましたけどありがとうございましたはい、ありがとうございましたお